こういうところからもうもしかしたら一回ハイになってまたとかっていう話が出てるかもしれないですね。できればちゃんとこう理解して結果をね、うん、出したい。じゃあ活動してない感じ。僕らは全然。全然邪魔です。どうも。MS レッドカーペット水木です。サトルです。本日は、はい、謎の廃神社にやってきました。イエッ。はい、ということで、ここはですね、名前自体もどういう名前かっていうのも検索すると出ないんですけど、うん、結構大きな道路沿いにあるんですよ。うん、なんで今でも車ちょっと夜なんですけどちょこちょこ車走ってるぐらい大きな道路に、うん、の横に未だにずっとあると。うん、でこの辺一帯が昔は鎮守って言われて、まあ、神様がいる森としてすごく大きな森だったんですけど、その中にも存在していて、まあ、稲荷神社らしいんですけど、うん、今では東廟、まあ、別名トンボ神っていう、まあ、中国四国に伝わる付き物のちょっとこう悪さをする蛇の見た目なんですけど住み着いていて、うん、で霊感のないしはここの神社自体、この存在自体も気づかないと。うん、で霊感の強い人はそこで悪い気だったり、いろんな気をもらってしまって熱が出たりとか、体調の不良を訴えるとか、ささやかれてるスポットになっております。はい。完全悪い気、悪い気だからなんか怖いね。黒いものが渦巻いてるイメージなので。いやでもそういうイメージです。でちなみになんですけど、ここ1回ね僕ら実は来てるんですよ。過去に来てたと来たんですけど、その時に自分がちょっとねなんかこう本当に嫌な感じがして、うん、いやここやめてほしいって言って実は2年前に来て延期した場所なんですよね。そうなんですよ。で、うん、ちょっと自分は割とドキドキしてるかなって感じなんですけど、いつものね逆パターンのもね、だから本当、うん、珍しく水木がちょっと嫌な感じがするっていうから、ちょっと正直俺も怖いもんね。そう、場所っていうか、まあ、内容的にもちょっと体調が悪くなったりとか、本当にそういう、ね、神様を自分は信じてるんで、そういうふうに考えるとこの噂自体は結構怖い噂だなと自分の中で思ってたのと、まあ、なんかこう肌に合わない感じがして一回こうスルーしてた場所になるんですけど、まあ、ちょっと再度ここが一体なぜ廃神社で、一体どんな人が管理してるのか、この神社の成り立ちもかなり謎なので、うん、その辺を聞き込みをしつつ調査できればなと思っております、うん、この調査でねちょっと水木のその気持ちの持ちようがまた知ってみたら何か変わる部分があるかもしれないし、そうですね、うん、まあ、確かにこんな感じで謎の廃神社行ってみよう、はい、ゴー。ここですね。正直ちょっと不気味な感じはある。そうですね、で前もっと道路とか見えなかった気がするんですよね、外から見た感じ。あ、確かにもっとこう寄せ付けない雰囲気あった気がする。ちょっと確かに薄い記憶ですけど、ちょっとこの寒冬の時期で枯れてとかもあるのかな、ちょっとスカスカになってるみたいな、あるかもしれないですよね。失礼します。夜にすみません。意外とさっぱりしてます。さっぱりしてる。やしろ。すごい、いつのお供えなのか、タバコが。そうですね、でも中からですね。空だね。ちょっと、こういうところからもうもしかしたらいないとか、こうか一回ハイになって、またとかっていう話が出てるかもしれないですね。だから潜座されてる可能性もあるんじゃないですか。あー、移動してね、うん、こっちは、あ、こっちは何なんだろう、これ何切って、あーじゃあ周り伐採してますね。あー、やっぱ伐採して一
旦置いてるみたいな感じなのかな。このこれを使ってここで何か作るとか、この先の計画で使うとか、なんかあるんかね。あとはまあ処分の予算の関係上、あ、一旦とりあえず置いといて、また時期が来たら処分するのか何かするのか、ちょっと枯れさせるとか、あ、まあ、でもどの道置いてますね。そうだよね、完全雨よけっていうかね、あれしてるの、うん、いや白ですね、うん、あれついてるんだね、あの白いさ、うん、白いしでですね。あ、しで、はい、うん、意外と今ちょうどでも年明けなんで、だからか綺麗だよね、やってるかもしれないですね。来てる人はいるか、うん、確かに。ちょっと夜なんで手叩かず挨拶だけしましょう。でもしてるね、うん、通常の神社よりも本当この社で、うん、ポツンって感じだもんね、うん、怖いな、なんか なかなかこういうね木が倒れるってことはないんだろうけど、こんだけ道路の近くで、うん、こんだけでかい木があったら怖いっちゃ怖いよね、うん、万が一何かあった時とか。本当これで一周って感じですからね、うん、こじんまりしてるっていうか、でも正面は裏からはすごい見えるけど、正面からはやっぱまあちょっと見えづらい位置、位置というか見えないよね、木でね、うん、脇はでもね、自分はやっぱりね、ちょっとなんかこう、なんつうんだろうな、でこんなに私も今いいわけじゃないですか、うん、だけどね、なんかあんまりやっぱりこう、なんつうんだろうな、ちょっと説明つかないんですけど、あんまり気持ちよくないっていうか、気持ちよくない感じがします。さっきもこう周り歩いてる時に、背中普通に道路じゃないですか、怖がるような場所でもないし、景色もいいんだけど、なんか右足だけ寒気入ったり、左手だけ寒気したりっていう、何の説明もできないですけど、なんかね、今もえって思いませんでした。いや、思ったちょっとびっくり、えって2人で今思ったじゃないですか、うん、思ったね、何なんすかねこの感じ。いや、ちょっと今のでちょっと怖くなってきた。そうそう、それ俺さっき撮ってる時ぶっちゃけ思ってたんですよ、後ろパッて俺振り向いてたじゃないですか、うんうんうん、でなんかね、こんなに見渡しいいのなんかふって思うんですよ、何なんだろうこれ。風っすかね、異様に今日風強いっていうのはあると思うんですけど、いや、なんか変に煽りたくないんですけど、うん、煽りたくないんだけど、マジでちょっと怖くなってきた。何なんだろうなこの感覚は。やっぱなんかこうあるのかな、そういうのが。挨拶して。しました。まあ夜の景色はこんな感じでしたね。うん。なんで実際ここがどういう場所で
そうだね、今現状どうなのか、あとはちょっとさっき思ったので一番聞きたい、潜座されてるのか、あー確かに、うん、そこ気になる、空になってるのかそれともいるのかとか、うん、できればちゃんとこう理解して結果をね、うん、出したい、まあ、そんな感じでじゃあ聞き込みの方頑張りましょう、頑張りましょう、はい、番組でちょっと来させてもらってるんですけど、はい、そこの神社の廃墟になっちゃったのあるじゃないですか、そこがちょっとこう悪いような噂があって、それは近くに住んでる方が実際本当のことを知ってるんじゃないかなっていうのでちょっとお話聞いてるんですけど、あそこってお参りしたりとかまだしてる、そこでしょ、はい、そうです、全然、うん、じゃあ活動してない感じなんですか、ありがとうございます、すいません、申し訳ないです、失礼します、はい、どんどんお世話誰もしてないから、はい、見る人が見るとみんなあそこは空だよって言ってますけど、もう神様いないよ、いなくなっちゃってるって誰もお世話してない、したい、誰も地元の人言ってないよそんなこと、あだからでもその持ち主の方が信仰が厚くて、はい、多分江戸時代にね、あそういうの建てたんでしょうけれども、もう今はもうこの時代にすごい、うじ子さんもいなくなってって感じですか、うじ子さんとかも、あ誰もいないですよ、個人所有ですから、あそこのお宅のみのものですから、あそうなんですね、そう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 、でもともとその持ち主さん以外にうじ子さんがいてちょっと寄付したりとかそういう流れも、そういうものじゃないの、あほらみんな農家とか大きな家では家のところにお稲荷さん作ったり、こんなちっちゃい祠作ったりして拝んでたりするじゃないですか、うん、それの大きい版ですよ、なるほど、そう、誰も氏子とかいない、村の氏子がいる神社ってのは別にありますから、はあ、なるほど、そうそうそう、本当にじゃあもう自分だけのものとして、じゃあ本当に人の家みたいなものなんですね、そう、うん、そうそうそう、なんか不老者が住み着いたりね、うん、そんな流れがある程度で、近くでちょっとやってしまった人がいて、それはそこじゃないですね、あ、違います、うん、あそこの近くで終わったんですか、もっと離れたところにある林があって今はなんかお家が建っちゃったんですけど、もう1キロとか離れてるんですかね、1キロぐらいかな、あでもそんぐらい離れてるんです、なるほど、すいません、急に声かけたのに、ありがとうございます、はい、失礼します、はい、すいません、ありがとうございます、失礼します、すいません、電話申し訳ないです、インタビューさせていただいてて、お母さんがあそこの持ち主さんっていう話を聞けたのでちょっとお話伺えるかなと思ってお伺いさせていただきまして、今は今稲荷神社さんじゃないですか、はい、でトンボ神様の住処に今はなっているっていうお話とかあって、ちょっと本当なのかなと思って、聞いたことない、先座はされずにずっと稲荷神社様が祀られてるんですか、昔から稲荷神社です、今も稲荷様が祀られてるってこと、あなるほど、先祖があったから、やっぱそうですよね、うん、今までなんかあそこで変なことが起きたりとかってあるんですかね、ないです、あそこってお母さん個人の所有物なんですか、今は、個人です、周り見たらちょっと飼ってあったりとかしちゃったんですけど、今でも手入れとかしてらっしゃる、じゃあもう先祖代々ってことはもうお母さんがもう生まれた時からもずっとあって、あそこにもう居続けてるってことですか、じゃあ学んでたんだけど、あそこがみんなの本土たちだってあそこの神社見たことあるでしょ、あ、なんですか、邪魔になるでしょ、あ、僕らは全然全然邪魔です、私には分からないから後にしてください、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、引っ込み終了しました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様です、まず最初に最後に流した動画で、まあ、ちょっと怒らせてしまったんですけど、その後ご挨拶させてもらって、許してもらいました、で
あのことに関しては、まあ、僕らがいきなり訪ねてね、いろんなこと聞いて、うん、で聞いたことによって、まあ、腹を立ててしまったんで、うん、もう僕らが全面的に悪いので、本当すいませんでした。申し訳なかったです。はい。で、まあでもあれがあったからこそ分かったのは、うん、僕らがいた時はもう結構綺麗になってたんですけど、うんうん、少し前、ほんとちょっと前までは木がすんごいと生えてて、うん、その木が育ちすぎて外にこうオーバーしてたと、うん、で周りの住民の方とか、まあ、自治会なのか何かで声をかけてやっとこう綺麗にしたばっかの時、うん、だから周りの人からすると邪魔者扱いしてるっていう感覚を持ち主の方は持っていた、うんうん、だからこそ僕らが聞いた時にすごいそこにシビアだったから、うん、あんまりこういろいろ質問したことで持ち主の方のキャパオーバーして怒らせてしまったって感じだったんですけど、うん、そうだね、まあ、それでちょっとこう周りとねその辺がちょっとこううまくこう伝わり合ってないのかなって感覚はちょっとありましたけど、うんうん、ただまあ簡単に言うと要はあそこってもう神社っぽく見えるんですけど、うん、完全なる個人の所有物、うんうん、多分地主さんなのかあの辺の土地をもともとすごい持ってる方で、うんうん、今はこうねいろいろ売り払ったのか手放したのかで離れになってるけどもともと一つだった、うん、結構距離あるんですけどもともとそこを全部この方が持っていてその家の中の一部だったんだけど今は別々に見えると、うん、距離もある、うんうん、そういう状態なので、うんで周りにも氏子さんとかがいるわけではなくて、うん、本当に家の代々、ね、あの受け継がれた祀ってるところに手を合わせる場所だったっていう感じですね、うん、だからあの大きさが個人のものってだいぶすごいよね、うんうんうん、いやすごいですねだよくなんかちょっと旧家っていうかちょっと古めの家とかの庭にこれぐらいのちょっと小さめなやつあったりするもんね、はいはいはい、なんかそれが普通かなっていう感覚は確かにあるから、うん、あれを神社って思ってもまあしょうがないはしょうがない気はするよね、うん、通常だからそのあそこの神社撮ってる時に右にあったちっちゃい空の社みたいなやつがあったんですけど、うんうん、あれぐらいが普通サイズだよね、うんうん、自分のところだとだけどあんだけの大きい立派なものだなんで一つの神社っぽく見えてたと、うんうん、確かに見える噂通りの自ら命を絶ってしまうみたいなことはあったんですけど、うん、そこがこう結びつけられてるんですけど場所もそうだし、まあ、時代もそうだしであそことはまあ関係ないって言ってもおかしくないぐらいの距離があるので、うんまあ、そのことに関してはあそこと一緒にこう浮上してくるような話ではないかなと思います、うん、そうだね、うん、でもなんか正直今まで行った、まあ、いろんなスポット行ってるんだけどなんか多少やっぱまあ、探索の時も水木もそうだったんだけど、うん、やっぱちょっとこう嫌な感じがする、まあ、負のオーラっていうのは正直感じた部分はあったじゃん、うん、だからやっぱその持ち主の方のそういうちょっと 負の部分の思いとか、まあ、周りの今までちょっと邪魔者扱いじゃないけど、うん、してたっていうのは何らか関係多少してんのかなって思っちゃうね、そうですね、まあ、感覚的なもんですけどね、うん、だから結構今は綺麗にしてるけど、うんまあ、要は手がこう手入れができなかった時期がやっぱあったっていうのも事実だし、うん、こうやっぱり周りからしたらあのちょっと綺麗にしてよっていうその持ち主さんとのこのね、うんうん、やり取りのちょっとうまくいってなくて要はこう求められてないっていう状態であった時期があるから、うん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 なんかなんとなくそういう雰囲気があったのかもしれない、うん、ただ綺麗になって僕らが行った時からもしかしたらこれからまたねそうだね、うん、こう綺麗な状態に保っていくと思うんで、うん、そうしたらそういう噂もなくなるだろうし、うん、今後、うんうん、漂う空気もね綺麗な感じになってってくれればすごいいいんだけどねって感じでしたはい、はい今日も動画見てくれてありがとうございますありがとうございますぜひぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントとグッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。文福茶釜チャンネルもお願いします。お願いします。じゃあ、そんな感じで。はい。じゃあね。ここですね。そうか。早く外出したり、建物があると人はいないから。大体ね、最高でした。したりね、男の人な。
届くようにまた。